はい、よろしくお願いします。ちょっと喋っていいですか。あのですね、仕事部屋にこれ以前いただいた Google ホームっていうのかな、これをあの OK Google っていうといろいろなんかやってくれるやつが置いてあってですね、さっき撮影中に急にね喋り出しまして、で普段 NG 集なんて作らないんですけど、たまたまその時びっくりしてる映像残ってるので、この動画の一番最後にちょっとだけくっつけておきます。あのよかったら見てみてください。はい、ということで戻りましょう。で、今回は積分特訓丸2ということで、この3問やっていきます。まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部説明していきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっといつもとテンション違いなって思うかもしれないんですけど、この前の積分特訓丸1丸2って同じ日に今連続で撮ってるんですけど、結構 NG を出しててね、今、まとめると3時間半ぐらいずっと喋ってて、ちょっとテンションおかしくなってきました。まあ、ちょっとお付き合いください。で、今回は1番と2番非常に似ております。で、2番の方が見た目ごちゃごちゃしてるんですけど、実はこっちの方が簡単です。すぐ終わります、2番は。すぐ終わるんですけど、まず1番から参りましょう。で、この形見たときに、まず、まあ、E の X 軸使ってるんでね、こいつを、ま、T と置いていきます。これを T と置くと。で、置換してるので、一回微、まあ、微分してね、E の X 軸。まあ、それ変わらないから。そのまんまで、DX、DT。で、右辺は1だと。で、これまとめると、DX イコール E の X 軸分の1、DT とこうなります。でですね、まず、こっちは E の X 乗 T って置く前に、このまんま DX のとこにこれ入れてみます。入れてみる。そうすると、一回書こうか。この E の X 乗ね。これに元々あったやつ、まあ、カッコにしてこうしておきましょう。マイナスか。こうですね。で、ここ計算します。計算する。で、E の X 乗は分配で配るわけなんですけど、E の X 乗かける E の X 乗っていうのは E の 2X 乗になります。これは指数っていうのは肩の数字足し算だからね。こうなるから。だから E の 2X 乗。で、後ろ。E の X 乗と E のマイナス X 乗かけると、これはまあ、こうなって、こうなるから E の0乗、つまり1ですね。だからマイナス1となって、で、こうなります。で、DT になってるから、T で積分しなきゃいけないから、まあ、T にしたいと。つまり今から置き換えます。で、E の 2X 乗っていうのは、書き換えれば、E の X 乗の2乗です。つまり、ここが T だから、こいつは T の2乗になります。だから、もともとこれでスタートしたんですけど、置換することによって、T2 乗マイナス1分の1、これを積分すればいいという話になりました。で、これどうするかっていうと、この形はね、まあ、ここだけじゃないんですけど、部分積分って暗記してくれると嬉しい。すごく出てくる形だからね。ちょっと先に書いちゃいます。後で説明する。2分の1が前に出てきて、t マイナス1分の1マイナス t プラス1分の1と、こうなります。部分積分で分けると、部分分数にするとね。では、本当はちゃんとすると、こいつが、t マイナス1、t プラス1っていう因数分解に分けれるので、こう1じゃないね。a と、t プラス1の b。でもこれが元々のこれと一致するっていうふうに、こう通して解いていきます。まあ分母は一致するからね、通分すると。ここ通分すると、分子だけ考えると、これ通分した後ね、こうなる。分子がね。で、分配して t で、くくると、a プラス b の t、そして残ったのが a マイナス b、イコール1だと。右辺は t がないので、t の係数は高等式考えると0。ここが1だよね。つまり a プラス b イコール0、a マイナス b イコール1っていう連立方程式を解けば OK。で、それを解くと、a が2分の1、b がマイナス2分の1となります。だから、2分の1で前にくくり出すと、2分の1が出てきて、1マイナス1という形になる。いいかな。まあ普通にちゃんとやればこうなんだけど、こいつはね、よく出てくるんで、ぜひ覚えておいていただけると嬉しい。で、これを積分していくと。これも消しちゃっていいかな。でね、
ほにゃらら分の1っていうのは、こっちもそうだけど、まあ、ログだもんね。ログ絶対値ですぐ積分できるから、2分の1、カッコ、まず左側。ログ絶対値 t マイナス1です。ここ入るのは。t ってもうこいつだから戻しちゃいましょう。e の x 乗マイナス1閉じる。引くことの、ログ絶対値 e の x 乗プラス1。で、ただし、これ、後ろ側ね。e の x 乗って負にならないじゃないですか。ってことは、負にならないものプラス1っていうことなので、絶対値の中が正って確定するから、こいつは絶対値外れるね。こっちだと外せないけど、確定じゃないから。で、ラストです。ログマイナスログです。ログマイナスログっていうのは、真数をこういう風に分数にすることができるので、2分の1、ログ、こっちが分母だね。e の x 乗プラス1分の絶対値 e の x 乗マイナス1プラス c。本当はここにもプラス c でした。これで終了となります。でね、まあ、この流れでいくと2番もそんな感じで置き換えるのかなって感じがするんですが、実は1行では、だから1行分しか開けてないんだけど、ここ。で、何かっていうと、まあ、こっちではやらなかったんですが、分数のね、積分が出てきたときは、やっぱまずチェックしてほしいのは、部分分数にしようかなとか、そういうの前に、分母、下のものの微分したもの、下を微分したものが上になってないかな、なってれば一瞬でできるのになって考えるわけ。まあ、こっちは1だったからさ、もう考えなかったんだけど。で、今、分母、下、こいつを微分したものを考えると、こっちね、e の x 乗はそのまんま、e のマイナス x 乗もそのまんまなんだけど、マイナス x にしてる分、マイナスが出てくるから、こうなる。オラオラ、オラオラってなんだ。微分したものになってるでしょって、ほらほらって言いたかったんだけどね。ってことは、微分したものが上になってる。つまり、あの技。ログ、絶対値の中にその分母を入れちゃえばいいじゃないと。これが使える。で、しかも今、指数足す指数だから、絶対正ってわかるので、ここも絶対値が外れて、これで終了。となります。ふっ。さあ、来たよ、五条。自分で作ったけどさ、五条だよ。行きましょうか。で、五条です。これ、五条やった後に、時間がちょっと足りてれば、まあ、いければ六条もちょっと説明しようかなと思うんですけど、奇数上ね、五条になってる時はどう攻めていくかって、これ分けます。コサイン4乗 x とコサイン x に分ける。ちょっと意図的に幅広げたけど。分けるの。5乗を4乗と1乗に分けましたと。で、4乗っていうのは、当然2乗の2乗ですよね。こうなる。で、今、コサイン2乗を一番一般的な1マイナスサイン2乗 x って置いておきます。つまりこれの2乗です。こうやって置いといてください。だから今、書き換えると、カッコ1マイナスサイン2乗 x の2乗とコサイン x がかかってる状態。コサイン5乗 x はね。で、ここでサイン x を t って置いていきます。置換していくの。で、こう置く理由はですね、これ、まあ微分しますよね。両辺 t で微分すると、まずサインが微分すればコサインです。で、dx dt がくっついて、右辺は1。つまり、まとめると dx イコール、コサイン分の 1dt になるわけよ。こうなる。ってことはさ、これ dx 入れたらコサインとコサイン消せるんだよね。サインだけになる。だから、元々の式が、1マイナス、まあ、いいか、置き換えちゃって、1マイナスサイン2乗 x、サインが t だから、1マイナス t の2乗分の、ね、2乗、2乗の2乗を dt っていう形に変わるの。ここのコサインはこれを入れた時にコサインで約分で消せるからね。まあ、それしか残らない。で、これは展開します。1、公式でね、1マイナス 2t2 乗、プラス t の4乗。で、dt か。で、やっていきましょう。積分すると t でしょ？マイナス3分の 2t3 乗プラス5分の 1t5 乗プラス c と。で、t をサインに戻します。これ戻した後普通でいっか。ちょっと待ってね。探してるんだけど、どこだ？そのままでいっか。OK。
ってことで、t をね、サインで戻すと、サイン x マイナス3分の2、サイン3乗 x プラス5分の1、サイン5乗 x プラス c と。よいしょ。これで終了となります。ああ、喉腫れる。さすがに。ね、これ5乗。これね、奇数乗はね、割とまだやりやすいわけですよ、まだね。でですね、まぁ、ちょっと板書がね、今回入んなかったので、6乗の方がきついんです。きつい。だから方針だけ説明します。もしかしたらみんなのテスト出るかもしれないんで、じゃあですね、特別枠っていうことで、ちょっと幅が足りなすぎるな。しょっしょっしょ。切ってみたけど、そんなにないんだよね。ってことで、じゃあ行きましょう。インテグラル、コサイン6乗 x ですね。で、6乗の場合は、ああいう風に分けません。分けずに、公式でどんどん行きます。3倍角使って6乗を分けていくと。でね、コサイン3乗 x。これちょっと昔ね、結構前なんで公式忘れがちなんですけど、これが、4分の1、カッコ、3コサイン x、コサインだからプラスか。プラス、コサイン 3x と。これが使えるのね。で、6乗っていうのは3乗の2乗だからさ、つまりこれの2乗なわけよ、今こいつ。で、それを置き換えます。だから、4分の1が2乗されて、16分の1が前に出てくる。で、インテグラル、カッコ3コサイン x、プラスコサイン 3x、こいつの2乗だと。でね、こっからなんか綺麗に楽していけんのかなって思うんだけど、いけないんだわ。これ普通に地道に展開していきます。展開していくと、あんのかな割り、やり方。ちょっと俺は知らないんだけど。展開すると、9コサイン、まずね、事象 X でしょ。で、ここが、プラス6、コサイン X、コサイン 3X だけど、ちょっと順番変えちゃおうか。コサイン 3X、コサイン X。こうなる。で、後ろがコサイン、2乗 3X と。はい。はいはいはい。で、どうするかっていうとね、またこれもやっていくわけですよ。一個一個積分したいんですけど、まだまとめます。で、さっきコサイン事情が1マイナスサインってやったんだけど、これ2倍角の方を使っていって、もう一個のね、コサイン事情、X は2分の1、カッコ1プラスコサイン 2X もできますよね。2倍角使うと。で、それを使うと、16分の1は放置しておきます。ここまでしておきましょう。こうした方がいいかな。で、コサイン事乗 X がこうなると2分の9だね。もともと2分の1、あ、9がいるから。2分の9、カッコ1、プラス、コサイン 2X。いい？まずここだけだよ。で、次っす。次、プラス、コサイン 3X、コサイン X。コサイン、コサインね。コサイン、コサインっていうのは公式やると、2分の1が前に出てくるから、3が来る。3、コサイン足したものだから 4x と足す3コサイン 2x、あの 3x と x 引いた 2x です。和積のやつね、公式使うとこうなる。で、最後コサイン事乗 3x はこれうまく使います。ここの 3x、3倍にすることによってここが 6x になれば公式使えるからそのまま置き換えましょう。プラス2分の1、カッコ1プラスコサイン 6x と中括弧閉じましょうと。もう入りませんっていうね、予想通りです。で、あとはこれをまとめます。綺麗にまとめていって、コサイン 6x でコサイン 4x コサイン 2x コサインがくっついてないもん定数項っていう風に分けて、で、それぞれ積分したら終わりますっていう感じ。一応概要欄に答えだけ、このね 6x の答えだけ、書いておきましょう。あ、6乗 x ね、書いておきます。一応串でも言っとくね。どこだ、まあ、コサインが、微分すると全部、あ、積分するとサインに変わっていくから、192分の1サイン 6x プラス64分の3サイン 4x プラス64分の15サイン 2x プラス16分の 5x プラス c という、バカチンガーっていうね。っていうのがありますので、まあ、方針が違うからね、まあ、よかったらセットで覚えておいてください。では、あと1日ね、丸3ありますので、よかったらどうしても使ってみてください。では最後にちょっとね、NG のやつつけておきますけど、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。
で、引くことの、なんで反応した？びっくりした。